皆さんこんにちは。以前ご紹介したこちら三平製薬の電動鼻水器、まあ、鼻水取って、なんと2021年にグッドデザイン賞と第15回キッズデザイン賞のダブル受賞しました。この商品の動画をまだ見ていない方はぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。今回は電動鼻水器を購入する上で気になる静音性や吸引力についてさらに深掘りするために、急遽三平製薬一の敏腕セールスマン小島さんをお呼びしました。三平製薬の敏腕セールスマン小島です。よろしくお願いします。ダブル受賞おめでとうございます。ありがとうございます。知名家として評価いただけたことが嬉しいです。また他の雑誌の掲載や購入いただいたお客様の口コミで徐々に上がってきておりますので、もっとママ鼻水取って電動鼻水器を広げていきたいです。そこでデザイン性や快適に使える工夫が評価された点だと思うのですが、一番の推しポイントは何でしょうか？ズバリ静音性です。普通の会話は60から70デシベルに対して、こちらの鼻水器は54デシベルです。気兼ねなく使えるレベルまで静かさを実現しています。一旦お話しよう。確かに全然びっくりしてないですね。そうでしょう。ぜひこの違いを店頭でもお確かめください。静音性の凄さは十分感じました。ですが肝心の吸引力はいかがでしょうか？もちろん吸引力にも一切妥協していません。まずこちらに赤ちゃんの鼻水を想定しました、サラサラとネバネバの鼻水をご用意しました。実際に鼻水を吸引して体感してみましょう。どちらの鼻水もしっかり吸引できていますね。吸引力の秘訣は何かあるのでしょうか？吸引する力は吸引圧と吸引流量のダブルのパワーが必要になるんです。どちらか一方のみが高くても十分な吸引はできません。その点ではママ鼻水取ってはダブルのパワーを考えた設計となっていますので、静かだけど鼻の奥の鼻水まで吸えるんです。なるほど、ダブルのパワーが重要ということですね。そうなんです。またチューブのお手入れは不要で、使った後は簡単にしまえるグッドデザイン賞はまさにこの商品のためにある賞ですよね。皆様に自信を持ってお勧めできる商品です。電動鼻水器ママ鼻水取っては赤ちゃん本舗の店頭オンラインショップで販売中です。こちらの商品を使って笑顔になっていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。